こんにちは。絵本作家の吉武慎介です。今は家にいるしかありません。体の行動範囲がすごく狭くなりました。しかし、同じように心の行動範囲もすごく小さくなっているのだと思います。先のことがわからない以上、不安は不安でしかありません。この不安をどうにか小さくしたくて、皆さんいろいろ試行錯誤しているのだと思いますが、無理やりに不安を小さくしようとすると、不安の代わりに憎しみや苛立ちが増えてしまうような気がします。正確な情報や様々な議論はもちろん必要ですが、不安は無理して小さくしようとせず、小さくなった心の中でできることを丁寧に探すのも大事なのかなと考えています。小さい家の中でできることがたくさんあるのと同じように、小さい心の中でもできることはたくさんあるのだと思います。わからないことはわからないまま、この先どうなるのかしらねという気持ちのままで心に置いておくというやんわりとした覚悟が必要なのではないでしょうか。だから私はしょんぼりしちゃいけないと思いすぎないようにしています。こんなご時世は不安に決まっているので、しょんぼりするときはちゃんとしょんぼりする。その代わり、自分を楽しませる、落ち着かせる方法をのんびり探す時間もきちんと確保する。そのように心がけています。今、それぞれの専門家の方々が、それぞれの分野で頑張ってくれています。あなたは世界に一人しかいない、あなた自身の専門家として、あなた自身にとって何が不安を増幅させてしまうのか、何が希望につながるのかを日々研究していただきたいと思います。以上、絵本作家の吉武慎介でした。ちなみに最近ハマっているのは、熱いお風呂と冷たいシャワーを繰り返して、ちょっとしたサウナ気分を味わうことです。いっぱい汗をかくとスッキリして、一時的にポジティブになります。汗まみれの姿を動画で見ていただきたかったのですが、自粛したいと思います。